朝岡幸治は、日本の女優、タレント、舞踊家、歌手、司会者。本名は、加藤幸海、旧姓、勝田。東京市京橋区月中生まれ。元宝塚歌劇団月組娘役。父は、日本画家の伊藤新水。夫は、津川正彦。娘は、真由子。義兄は、長戸博之。義子は、南田洋子。日部の新水流家元として、 深見道行の名を持つ。園籍に宮川大輔がいる。両帝、かつたおかみのかつたまき子の娘として生まれる。芸事を好んだ母のすすめで、三歳より日本舞踊を花やぎ三之助に指示。彰福ではあるが、父の伊藤真水に溺愛され育つ。大名小学校へは、養育係と共に人力車で通学しており、養育係は、 登校から下校までの間、彼女を車屋と学校で待っていた。深見の過保護ぶりは朝岡が思春期を迎えても続いていた。それを見聞きしていた友人、小林十三に、このような浮きを離れした生活をさせていては、娘さんがダメになると意見されたこともあり、深見はしぶしぶながらも、朝岡がいずれは実家を出て生活することを了承したという。 山脇学園中学校を卒業後、宝塚音楽学校に入学。1952年同校を卒業し、宝塚歌劇団に入団。宝塚入団時の成績は31人中8位。同期の39期生には、女優の真法しぶき、安ず千代之助夫人の和幸覚子がいる。月組に在籍し、娘役として活動。1955年8月31日に、 宝塚歌劇団を対談。最終出演公演の演目は、月組公演、黄色いマフラー。1960年代には、午後11時のアシスタントを務め、人気を集めた。1967年青森県八戸市の内海市と結婚、男児を設ける。1968年離婚。1973年、津川雅彦と再婚。 1974年3月前以降出産。お嬢様育ちのおっとりしたキャラクターと常識外れな天然発言が人気を集め、バラエティ番組に多数出演。後に新水流家元として青二塾でに一部の講師を務めた。1981年、文化庁芸術最小優秀賞受賞。2003年、芸術編賞文部科学大臣賞受賞。二千十一年、 朝日少女賞受賞2014年、古巣、宝塚歌劇団の100周年記念で創立された、宝塚歌劇の伝道最初の100人の一人として、伝道入り。これと前後して4月9日から13日まで、夫、津川正彦と娘、真由子との家族共演で行われた、舞台、花屋、蝶屋に出演したが、これを最後に病気療養生活に入る。 2018年4月27日、死去。死去についてはしばらく公にされず、同年5月19日にメディアにより一斉に報道された。裁判年にはアルツハイマー型認知症を患っており、最終的に津川が引き取ってみ取っている。翌20日には津川が会見を開いているが、津川曰く死因はないとされ、診断書にも認知症と書かれたらしい。 遺作は、テレビドラマでは2014年4月11日、富士テレビ放送の2時間ドラマ、戦場で、映画では、プラシーボとなった。朝岡の死去から約3ヶ月後の8月4日に、津川もその後を追うように死去している。末期には社長をしていた個人事務所を閉鎖し、津川が社長を務めていた事務所に移籍しているが、この遺跡は、形式的なものであり。 両者の死後は、事務所間の情報共有に苦労し、お別れ会の開催まで手間暇がかかったという。2018年11月21日、津川雅彦と合同のお別れの会が、青山葬儀所で営まれた。会名は、李益明炉大師。墓所は、京都州京区の両安寺に津川と共に眠っている。子供時代、深みの蒸気を一した出来合いを一心に受けて成長。 世間知らずのお嬢様育ちで、一般常識というものがよくわからずまさに、浮世離れした人格である。幼少期から自宅と学校の行き帰りは、もちろん、どこに出かけるにも、養育係と一緒であったため、金銭の使い方や道順を覚えるということを知らない、まま成長した。前に並んだシラスを見て、弟の目が怖いといえば、ジーやとバーやが魚の目を一つ一つ取り除く。 雨が降れば一般では傘を使用するが深みは指を怪我したら大変だと傘の開閉も持たせることもさせないその結果中学生時代にほんの気まぐれで一人で通学を試みたが途中で迷子になってしまい大騒ぎになったことがある生涯一人では公共交通に乗って移動することも切符の購入もできなかったしかし物心つく前から そのような環境で育ったため、朝岡にとっては普通の生活であり、父のすることはすべて正しいと信じ、疑問に感じたことはなかったという。また朝岡は、海は危険だと言っていたと言いつけを守っていた。夏休みには、親が用意したホテルのスイートに宿泊し、プールを貸し切りにして、友人たちと過ごした。戦時中は、群馬県磯部温泉に疎開した。 宝塚時代浮世離れで世間知らずな言動とおっとりした性格がアダとなったことがある。宝塚時代もその性格は変わらず、朝岡の至らぬところは周囲が補ってくれていた。しかし、それらも朝岡にとっては実家にいた時と同様、当たり前のことだと思っていたため特に気にも留めずにいた。やがて娘役に抜擢されて人気も出てくると。 朝岡に対して反感を覚えるものも出てきた。ある時は舞台で使用する化粧品が紛失、ある時は衣装に不備が生じる。靴の中に剣山や釘が仕込まれていたこともある。幕合の衣装外の時、靴を履き替える際に気づかずに踏んでしまい激痛で失神したことがある。結婚後結婚するまで自分でお金を払って買い物をした経験が全くなく、 結婚してからは買い物はすべて一万円札で支払っていた。そのため、お釣りの千円札や効果がたまりに溜まり、ある日、薬を探していた津川が引き出しから小銭の山を発見して仰転する。家事の一切も苦手であり、火が怖い、洗濯機が使えない、掃除機の使用方法がわからないほどであった。娘が乳児だった頃もおむつ替えは家政婦に任せており、生涯、 家事全般を事務所のスタッフと家政婦が代行していた。夜のヒットスタジオ1974年4月1日から1975年3月31日まで、富士テレビ系の歌謡番組、夜のヒットスタジオの2代目司会者として、吉村麻里、南信介と3人で司会を担当。当時のスタッフによると、お嬢様育ちらしい天然ボケで、スタジオを和ませてくれたという。 しかし、司会に就任した初回は、体調不良のためスタジオには来れず、電話で出演。1974年7月以降も、舞台の長期公演が決まり、たびたび番組出演を見合わせるようになった。朝岡がいない会は南が、朝岡の代役を務め、1975年3月の、交番まではスケジュールが空いている場合などに、断続的に出演。 公判後もゲスト歌手の客演や対面ゲストとして出演した。富士テレビはレギュラー司会者ではなくゲスト司会者としており、夜ヒットの周年記念、100回記念など節目の回で歴代司会者が集う時も司会者の一人として登場せず、1990年10月の最終回や1988年2月の1000回記念も歴代司会者に記されなかった。近年、 フジテレビ側の記録に間違いがあったことが現存する VTR、スチール、当時の視聴者の証言から判明。これが正式な歴代司会者扱いされなかったことの理由の一つに挙げられる。なお、前回放送で降板した吉村麻里の幽体記念本で、前田武彦、井上淳、古立一郎と並んで歴代司会者の一人として、 番組の思い出や吉村へメッセージを語っている。二年以上務め、その時代の夜ッとの顔でもあった前田、南、井上、古建とは対照的に朝岡はわずか一年で交番したことで同年齢の吉村との確執も権限されたが、後年、明確に否定しており、1960年代半ばの頃から吉村が朝岡の歌謡賞を司会するなど長年の信仰がある。 当時は毎回の放送前に互いの服装を相談し雰囲気が重ならない衣装を選択していた。笑っていいとも、笑っていいとも、のテレフォンショッキングコーナーに何度かゲスト出演していたが様々なハプニングを起こしている。1986年3月3日の出演時、お友達紹介の際に次回出演のシシド城の自宅の電話番号を声に出して言ってしまった。 その直後から、獅子戸宅にいたずら電話が殺到、しばらく電話がつながらない状態となった。獅子戸は、その後、自宅の電話番号を変更せざるを得なくなったという。1988年12月16日にも出演予定だったが、滞在先の金沢市が大雪により、飛行機が大幅に遅れて、離陸のため同番組に登場できなかった。 無線電話で司会のタモリと連絡が繋がったが、パニックになっていたために思わず、今、飛行機の上、と叫んでしまい、タモリは、早く飛行機の中に入ってください。慣例、前線が、とギャグを飛ばし、会場は大いに受けていた。その他のテレビ番組初めてテレビに出演した年齢は23歳。日本ではまだ試験放送だった時期に、アメリカの番組に出演した。 1967年、午後11時で、大橋巨泉が、胸の大きい朝お顔さして、母音と呼び、流行語になった。テレビ番組、ゲバゲバ90分において、郵便小包の配達譜に、母音をお願いしますと言われ、良いショットと言いながら、伝票に母音を押し付けるコントを披露した。ネタ見せ番組の、エンタの神様では、芸人の花輪により、 インタビューとして話を聞かれ、朝岡は普通に会話しただけだが、天然ボケの性格で自然と面白い内容になるため、朝岡雪次伝説というネタとして披露されたことがある。富士テレビの2006年5月25日放送のクイズミリオネアにマユコと親子で出演し、750万円の問題で、浦島太郎の竜宮城の場所の回答を間違えてしまった。結果、 賞金100万円を獲得。歌手としてもヒット曲を残しており、NHK 紅白歌合戦にもこれまでに10回出場している。代表曲として、道頓堀更新曲、振り向いてもくれない、スキャンドール、雨がやんだらなどがある。朝の低血圧時に、ホテルの部屋のモーニングコールが鳴ると、驚いてそのまま気絶し、 部屋で倒れているところを発見されて、大騒ぎになることがたびたびあるなど、トーク番組で自身が悲劇する低血圧エピソードは多い。午後11時でも、キャッチフレーズとして、自身が、朝弱い朝岡幸きだと言っている。友人であった、鈴木その子の経営していた、会社、時野の,の広告に出演したことがある。また、2006年4月25日に放送された。 鈴木の反省を描いたドラマダイエットの女王鈴木その子では鈴木の実母末野を演じている午後11時で共演していた大橋と同様神奈川県保健医協会を事務局とする医療費の窓口負担ゼロの会の賛同者であった関西弁で流暢に話せた方補結局隣の山田くんでは松子役を終始関西弁で演じた 奇作で天然キャラのイメージが強いが、一方で、誰よりも気遣いのできる方と、専属写真家の小町剛し博は語っている。ジャズ娘乾杯 NHK 日本テレビ系、TBS 系富士テレビ系、テレビ朝日系、テレビ東京系など1957年、第8回に初出場。翌年は出場ならなかったものの、翌々年、第10回で復帰し、 そこから1966年、第17回まで8年連続で出場を果たす。その後しばらく出演はなかったものの、1971年に中西霊作氏、堤京平作曲の雨がやんだらが大ヒット。第22回で5年ぶり10回目のカムバック出場を果たしたが、この第22回出場が最後の紅白出場となった。 東芝音楽工業クラウン CBS ソニーリバスターコロンビアレコードキングレコード地区レコード東京芝浦電機東芝音楽工業クラウン CBS ソニーソニーレコードありがとうございます